今日のイベントはどんなことがどんなことやのか教えてくれよ、ね、一緒に、はい、私早速今日は持ってきましたよ、この記念フェスタの今日な、はい、あの桶狭間の、そもそもみんなは桶狭間の戦いが何か知っとるかの、手挙げてみ、知っとる、持ち上げてみ、桶狭間の戦い何があったか知りませんよという人、勇気を持って手挙げよう。知らんもん。まあこの空気上げれんで、みんな知っとるっていう体でいこうか。有名な、日本でも1位2位を争うぐらい大逆転勝利をしたという有名な戦場がこの地方であったんじゃの。それを450年ぶり、今年450年区切りがいいで祝うために、今日わしらが集ったわけじゃ。その内容は、はい、その内容を説明いたしましょう。こちら本日ですね、3会場あるんですけれども、スタンプラリーになっております。皆様スタンプを集めて、そしてこちらね、いろんなお店も出ているので、美味しい味、そして戦国もな、桶狭間もなかですか、さっき回ってきましたよね。そうですね、今ご覧いただいている会場の後ろ後方の方にですね、戦国武将のグッズですとか、あとは各地の美味しいものとかも召し上がるところがございますので、ぜひ皆さん食べてみてください。他にも夜にはの、さっきも言っとったけど、この場所で焚き木を焚いて、わしらの演舞、そして学生のやる焚き木のうちを、珍しいものも見えるで、夜まで休む暇もない。わしらも今日は各地を点々一生懸命走り回るでの、みんなも時間がある限りついてきてほしいと思う。そんな感じか。そうですね、あと午後1時からもおもてなし演舞をございますよね。さようでございます。ここでやるんじゃな、ね、13時からもわしらの演舞がここであるそうじゃ。ぜひ皆さん、おもてなし武将隊の演舞を見にご覧